それでは、ただいまより50年間追悼憲法大会の開会式を開催いたします。ご協力よろしくお願いいたします。司会、保護司会、山川勇、そして演技の司会、新庄忠、皆さん方のご協力をよろしくお願いいたします。
それに先の方を取れたたまりまして誠にありがたく深く感謝を申し上げる次第でございます。父聖光は13歳の時に、おじの兄であります糸洲水利の大家糸洲安光王の紹介がありまして、長寿の悲願が官僚王に指示いたしまして、先生が亡くなった後はそう兄弟子であります当年長寿先生のもとで指導を受けまして、68歳の生涯をもっぱら空手国道の指導に仕込みまして、そして政党空手の保存並びに普及発展と会員の創造の親睦青少年の健全育成を対象として多数の門弟や指導者を育成してまいりました。公認柳本氏と申しますが、父が他界しまして、しましたのが昭和41年の4月で、早25年の歳月を迎えました。父高井の今日各道場の門下生指導や孫弟子たちが死の残したものを正しく受け継ぎ、育務をよく守り、空手の真偽を精錬して後輩に正しく伝え、また社会に役立つ良いな青少年の育成に努力してまいりました。その成果を死に報告し、ご冥福を祈る気持ちから本日の演舞大会を催したせいでございます。私たちの演舞には未熟な点もあるかと思いますが、ご勘弁をいただきまして最後までご勘弁くださいまして、空手国道の発展のためによろしくご指導ご鞭撻をくださいますようお願い申し上げます。最後になりましたが、本大会の開催にあたり立身両年からのお祝いを賜りました皆様方に対し、心から熱く御礼を申し上げまして、私の挨拶といたします。本日はどうもありがとうございました。両会長のプレゼントでございました。それでは大変スピーチとなっていますが、太田知事が別用のため参加しておりません。祝電が参ってますのでお祝いしたいと思います。五十流格闘県政比嘉聖光先生25周年期追悼演舞大会の予選会を祝し、先生の ただいまご紹介をいただきました県活動連盟の皆さんであります。本日の古仁古東高先生の25周年期にあたり、文化省の皆様が先生のご遺徳を祈り追悼演舞大会を盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。先生は戦前那覇市松田省において道場を開設され、また戦後はいち早く糸満市に引き続き道場を開設され、幾多の優秀なる文化生を指導育成されました。また昭和31年に沖縄で初めて活動連盟が結成されましたが、副会長会長を歴任され、指導の普及発展に尽力する傍ら、琉球大学が刑務所の風堂の指導になっておりました。で当時私も理事会の末席を怪我しておりましたが、先生にたびたびご指導をいただく思い出があります。先生は人格圓満にして多くの人々から敬語され、その生涯が立派な武人として終えられました。沖縄の空手界のために大きな功績を重ねております。終わりに先生のご冥福を祈り、また国際空手道国道の連盟のますますのご発展をご祈念申し上げ、私も祝辞に返させていただきます。どうもありがとうございました。キャン先生、そして各流派の大先生方、さらに館長先生方、そして空手愛好家の皆さん方、どうぞいらっしゃいます。
しかしながら会長の挨拶がありましたように私たちのその技はまだまだ未熟なものですが、しかし比嘉誠一郎先生のご意志を正しく継承して、そしてまた世界の誇る空手復帰発展のために頑張っていきたい。でこれから4度に進みますが、皆さん方の温かいまたご非番ご指導をよろしくお願いいたします。では以上で開会します。Thank you.
Thank you.
プログラム15番目生徒指揮手が超英伝し消防官倉下秀樹五段ほか30名の皆さんです。Thank you.
Thank you.
9名の皆さんでございます。 Hey!
近平、国道研究会山内聖子とか1名の皆様でございます。
高峰直樹4番でございます。スーパーリンペイ、指揮、救難教諭教師、消防官、テレワ教員、ほか8名の皆様でございます。
きまして、プログラム48番、北へ、ラジオ道場、石木幸乃さん、5段、ほか、どうも皆様でございます。続きまして、プログラム49番、援護将軍三鎮、国際関連労連盟有観者によります、三鎮でございます。Thank you.
続きまして、プログラム53番、個人演舞、方、黒門さん、交流館、石木戸、練習でございます。
次は60番畑総鎮公務官市民連帯挙手でございます。続きまして61番ただ青年陣糸満道場大塩譲る練習でございます。続きまして62番ただスーパーリンペイ東部館柏津の教師でございます。Thank you.
続きまして68番肩 AFT 瀬戸岡又吉聖徳教師でございます消防官、救難隊員、教師でございます。Thank you.
このように閉会式になりますのでご協力ください。世界で活躍されている方をお呼びしてですね、普段では聞けないお話をどんどんと